お花紙の透明感を生かして作るコスモスシートです。ピンク系のお花紙を 2,3 枚重ねます。これを細長く折ります。そしたらこれを半分に切りましょう。先をギザギザに切るのですが、後でゴミを拾うために下に紙を引いておきましょう。まず V 字に切って、角を斜めに切り落とします。こうするとギザギザになります。これを開いていきます。折り目のところで縦に裂いていきましょう。これを1枚ずつバラバラにしておきます。手が乾いているときは水のりか濡れ布巾を用意すると作業がしやすいです。今度は花の中心の黄色い部分です。黄色のお花紙を折って丸く切ります。これも花びらと同じように1枚ずつバラバラにしておきましょう。花束などを包む OPP フィルムです。色や柄があっても構いません。ここに水溶きした糊を塗ります。まず黄色の丸を貼って、そこが中心になるように花びらを貼っていきます。2枚目は十字に、あと2枚はその間を埋めるように貼ります。最後にもう一度真ん中に黄色い丸をつけておきます。両面どちらから見てもコスモスに見えるようにするためです。ここでは一人でやっていますが、一人が糊をつけて一人がお花紙を置くと効率よくできます。お花とお花が重なるように何重にも貼っていきましょう。花びらを半分に切ったものをこんな風に貼っていくと、四角く仕上げることができます。最後にもう一度上から糊を塗っておきます。浮いたところがないようにしっかり塗っておきましょう。この時こすらずペタペタという感じで塗ってください。しっかり乾かすとこんな感じになります。こうなると簡単にシートから剥がすことができます。これで半透明のコスモスシートの出来上がりです。表はマットな感じに、裏側は
光沢がある感じに仕上がります。花びらが重なっていないと少し穴が開いて見えます。窓に飾るとこんな感じです。コスモスだけでなく、季節やシーンに合わせて色や形を工夫して作ってみましょう。半透明なので光と組み合わせて飾ると綺麗です。切ったり貼ったり折ったり曲げたりすることができるので、工作にとても便利です。